ピクタンのラジオ名募集中レイディオレイディオレイディオ8月、はい、ということで、このラジオはピクタンがゆるゆるーとダラダラーとおしゃべりしていくラジオとなっております。よろしくお願いいたします。さて、久々にねこの子の登場なわけなんですけれども、なんかねよくわからないんですけど、今まで通りのあのイラストちょっと動きませんでしたなのでねこの子出してきました。まあ、せっかくなんでもうずっとこの子使ってもいいんじゃないかなと思います。なぜならこの子を使う場面があまりになさすぎるから、テックをみたいなね、まあそんな感じでやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、で今月のラジオちょっとね、あの特別編っていうと聞こえはいいんですけど、ちょっとね他にお話ししたいことがあるので、あの実況に関するお悩みっていうとなんかすごいお何何みたいなね、まあそんな感じになるんですけれども、まあちょっと考えていることをちょっと話したいので、まあ8月の振り返りだけはちょっとやって、そっからはねちょっと実況なんかこれからどうしようかな的な、最近そういうのを話す機会がなかったんで、まあ、雑談枠っていうのをねあの配信やってないんで、まあ、ちょっとやっていこうかなと思いますので、まあ、振り返りだけとりあえずやっていこうかなと思いますので、今月はそんな感じでよろしくお願いいたします。はい、ということでじゃあ最初のコーナー行きましょう。8月こんな子あんなことこんなことあったでしょうのコーナー。はい、ということでまああんなことこんなことありましたね。まあ8月といえばねいろいろありますよね、夏なんでね。まあ夏らしいこと皆さんしましたか？ちなみに私はとりあえずまあ帰るじゃないですか、地元に親戚と集まったりして、うん、でバーベキューしたり、いいねバーベキューはいいよね、美味しいから。そうサザエがあってさ、サザエ食べちゃった、美味しかったサザエ大好き、あの苦いところもひっくるめて美味しいよね。でお肉もねもちろん食べました。タンとかねハラミとかね、やっぱタンとかハラミはもう正義なんですよっていうお話もあるんですけれども、それより聞いてください、私テクタンコロナになったんですよ。いや確かね、確かちょっと会ってればあの2年前もコロナになってたんですよね、夏7月、あれは7月やったんですけど、いやーまたかかりましたね。正直どこでもらってきたのかあんまりわかんなくて、まあおそらくその親戚の集まりなんでしょうねっていうね、まあところなんですけど、とりあえずコロナになっちゃいまして、私まあただとりあえず喉が最初痛くて、で2日3日したらまず8度5分ぐらいの熱が出たんですけれども、まあ1日ぐらいで収まりました。なので良かったです。うん、そんなに、なんやろ、恐ろしいことにならなくて。うん、よかったよかった。そんなに、ね、しんどくなかったかなっていう感じです。なんかね、5月ぐらいに、なんか風邪ひいたんですけど、その時の方がしんどかったですね。それも8度後半ぐらい、9度ぐらいかな、出たんですけれども。あっちの方がもう寒い寒い寒いって寒気して、ゾクゾクってして、まあもうなんかやばいやばい、なんかしんどいってなってたんで、それに比べたら全然マシでした。まあまだね、ちょっと、咳が残ったりしてるんですけれども、体調は元気、食欲は別に熱出てる時もあったわ。もりもり食べてました。今日の晩ご飯はね、カレーなんで、美味しく食べたいと思います。まあそんな感じの8月でしたね。まあ、海行ったりとか、プール行ったりとかは、私は泳ぐことが好きじゃないんで、しませんでした。うん。といった感じです。あ、そう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 。キャンプね、キャンプ。
私学生の頃ね、キャンプしてたんですけれども、あの子供たちのキャンプのお手伝いをするボランティア活動みたいなやつをね、まあ、やってたんですけれども、キャンプサークルね、それね、キャンプがあったんですけれども、 OB が集まる OB 会キャンプね、ただそれには私行けませんでした。ちょっと用事がね、まあありまして、まあお盆なんでね、いろいろ用事もありますんで、うん、残念。来年こそは行きたいね。夏らしいですからね。夏らしいイベント満喫したいですからね。はい、というようなことがまあありましたって感じですね。はい、ということで、まあ皆さんはお盆いかがお過ごしでしたですか？いかがお過ごしでしたですか？ぜひ教えてください。お盆はいっぱい楽しみましたか？ということで、8月こんなこと、あんなこと、こんなことあったでしょうのコーナーでした。はい。ということで、次はね、まあコーナーじゃないんで、別になんか特にタイトルコールしたりはね、しないんですけれども、まあ実況に関する、うん、方針でもないな。実況どうしてこう、これから何をどんなペースで上げてこうみたいなね。まあそういう感じの悩みです。そんな大した悩みじゃないです。というのもね、まあ、任天堂ダイレクトでね、いろいろ発表もあったり、ね、してね、それを受けて私は一体どう実況していこうなーっていう感じです。相変わらずね、ちょっと配信でね、ゲームするっていうのがまあ、難しいのと、まあ、気持ち的にね、もう動画でできたらゲームしたいなって思って、最近ずっとね、動画でゲームしてるんですけれども、やっぱりね、こう、やり込みとかしっかりやる上では、動画の方がすごいやりやすいし、そのゲームに集中できるっていう点で、まあ、ゲームに関しては動画の方が、ね、雑談はやっぱりコメントあって、ほんと配信でね、できれば楽しいんですけれども、ゲームに関しては動画で集中してね、やる方が、まあ、ゲームを満喫するっていうね、まあ私の本来の目的にはね、合ってるんじゃないかなと思います。まあ人によったらね、そら、ゲームをしながらみんなとコミュニケーションっていう、ね、そういう感じでやってる方もいらっしゃると思うんですけど、私はね、ゲームを楽しむっていう目的でもともとね、やってたんで、まあ、ちょっとすごいね、楽しんで見てくださってる皆さんには申し訳ないんですけど、私は自分的には動画の方が合ってるなっていう風に思いつつ動画でやっております。動画でもね、楽しく見てくださってる方は本当にありがとうございます。おかげでね、がっつりやり込みもやりつつ楽しんでやらさせていただいております。っていうのはまあさておき、とりあえず配信でしないってことはまあ動画で上げていくっていう、そういう形になってくるんですけれども、まあ、いかんせん動画だとね、ちょっとペースが遅いわけですね。まあじゃあ1回の動画を2時間とかにしたらっていう、まあそういう話もあるんですけど、編集もちょっとあるんでね、なかなか、まあ1時間ぐらいの動画は作れても3、まあ2時間の動画はね、ちょっと作れない。ペースが、まあとりあえず遅い。で、それなのにやりたいゲームがいろいろあったり、なんかいろんな発表されてきたりしてるから、さあどうしようっていうところなんですよね。うん。で、まあじゃあペースはどうしようもないんじゃないっていう、まあそれはね、まあ個人的になんとかするんで、まあ、そこはさておき、具体的にね、このゲームどうしようっていうのが、ドラゴンクエスト3HD2D リメイクが出るじゃないですか。まあ、それと、あとはグレイセス F のリマスターなどなど、その他もろもろ、あとは積みゲー、その辺ですね。それをどう消化していくかっていう、そういう話。ま、とりあえず、ドラクエ3めちゃくちゃやりたいんですけど、今ね、上げてる動画、現在上げているのが、流行り神2、テイルズ・オブ・ベスペリアの2周目、で、昨日から始まりましたドラゴンクエスト9っていう、そういうことなんですけど、まあ、流行り神はね、続けて3もやりたいんで、全然終わる気配がないのと、ベスペリアもまあまあ、長いですよね。サブイベントを回収してるんで。で、ドラゴンクエスト9に関してはもう始まったとこなんで、もちろん当分終わりません。で、3日に1度ペースで上げてるんで、すごく進みがゆっくりです。なのに対して、まあ、HD2D リメイクが発売されるのが11月。
まあ9月10月、まあ、2ヶ月半後っていうところなんで、じゃあそのドラクエ3やるとなったらいつからできるっていう話なんですけれども、まあ悩んでるのがこの3つのうちのどれかが終わってから、まあ、流行り神は終わらないんでちょっと置いといて、まあドラクエ9、テイルズどっちか終わってからその続きでやっていくっていうのも考えたんですけど、結構ちょっといつになるかわかんなくて、まだねベスペリアも9も結構進めてはいるんですけれども、クリアはね全然ってところなんで、うん、まあですのでその後でやるか、もしくはそのドラクエ9やってる日付あるじゃないですか、その日付に3もあげるか、ドラクエデーみたいな感じにするのも、まあ、片やリメイクやしね、うん、っていうのもちょっとありじゃないかなと思ったり、それか発売日数日後から、まあ、毎日投稿で3をポン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 って上げていくっていうのもありかなって思ってて、まあ、そんなに長くない、今やってるゲームと比べたらね、そんなに長くないってことはもうすでに知ってはいるんで、うん、なので、まあ、毎日投稿で上げてっていうのもありかなって思ったりしてるんですけど、皆さんどう思います？その1日に2本動画をそのね、まあ、こちら YouTube で上げることに関してなんですけど、結局まあ2本上げたところで1時間ほどなんで、配信なんか2時間3時間やってる時のことを考えると結局のところまあ短いんですよね。うん、まあ配信と違って早送りもねできますし、その倍速でも見れますしね、 1.2 倍ぐらいで見たら特に問題もないから、まあ2本上げることに関しては問題もないです。私的にも特に問題もないです。うん、ただそんな感じにしようかなとちょっと思ったりも考え中です。うん、どっちがいいと思う？3に関してちょっとコメントください。あとはテイルズのねそのグレイス SF に関してですね、これもねまあリマスターでやるのでもいいかな、それはまあそこまで悩んではないんですけど、うん、せっかく出るならねリマスターでって思ったんですけど、これもねどうせやったら1月に発売なんですけど、その頃にベスペリアが多分終わる頃かなって、まあ、ざっくりやけど思ってるんで、うん、その後にね、やろうかなって思ったりしております。ただ、順番的に次やるとしたらイノセンスで、で、今ね、テイルズ・オブ・シリーズが続々リマスターするよみたいなね、まあ、そんなプロジェクトを発表しておりまして、ってことはイノセンスも、その次にやろうと思ってるハーツもうリマスターされるんじゃないかなっていうね、まあもちろんその辺はね予想されるんですけれども、ただそれを待つといつになるんやろうっていう話なんですよ。おそらくテイルズ・オブ・ジ・アビスとかテイルズ・オブ・デスティニー、そのあたりがとてもまあ人気だったり、あとやっぱりリマスター待ってる人とかすごく多かったりするんで、まあ、特にやっぱアビスやね優先されると思うんですよ。で、グレイセス F、まあ、PS3 ですね、最後に出たのが。とか、まあ、シンフォニアも PS3 が一番最後に出たんですけど、そのあたりがリマスターされていることを考えると、まあ、エクシリアとか、まあ、そのあたりの、まあ、プレステ3で出たテイルズですね。その辺優先的にリマスターされたりするんかなって思って、イノセンスとか結構遅いんじゃないとも考えられるんですよね。で、あとはペースの話なんですけれども、1年かもしくは2年に1度ぐらいのペースやと思うんで、まあ、イノセンス待ってたら、5、6年ぐらい待たなあかんのかなって思うんで、だからそのリマスターを待たずに、もうパッパとね、ビータをあのキャプチャできる環境を整えて、で、やってしまう方がいい気もする。まあ、DS 版でやるもありやけど、やっぱ、とりあえずリメイクのビータのね、やつでちょっとやりたい気持ちもある。ちょっとその辺はね、悩ましいところなんですけど、DS 版もいいらしいですからね。DS ならね、もうすぐできるんですけど、まあ、いつか DS 版もやりたいですけどね。
だいぶ雰囲気違うと思うんで。で、ただ、まあ、イノセンスとかハーツをやってからグレイセスっていくと、やっぱリマスターがちょっと冷え切る頃かなとも思ったりするから、グレイセス先に優先してやるもありかな、その後からやってもいいかな、イノセンスハーツ、でも順番通りにやりたいなっていうのが悩んだりしてるんですよね。どうしよう。って思っている。これが、現在の悩みでございます。どうしようね。まあ、割となんか、もしかしたら、見てる人からしたら別にどっちでもいいでっていう、それぐらいのね、話なんかもしれないんですけど、ちょっとね、やっぱ悩んじゃうと悩んじゃうんで、個人的になんかどっちかの方がいいんじゃないみたいなのね、ポロッと、ね、教えてくれたらちょっと考える指標にもなるんで、別に、どっちとも使えんな、どっちでもいいなっていう意見もありだと思います。なんかちょっと思ってることを教えていただけたらね、嬉しいなと思います。はい。他にもね、やっぱやりたいゲームあるんで、まあ、どっかしらでね、その余裕ができてくると思うんですよね。今より。まあ、その、今配信できてないんですけれども、配信できる余裕ができたり、まあ、それぐらいのね、時期になったらもっとね、並行していろんなゲーム、一日に2本ぐらい毎日投稿、例えば、なんか FF3 を毎日投稿、プラス、龍が如く毎日投稿、みたいな感じなことをね、まあ、できたらいいなーってちょっと思ったりしてるんで、まあ、もっと余裕ができたらですけど、今はその余裕ないので、ちょっと今みたいな形ね、撮らさせていただいております。まあ、そんな感じでやっていけたらいいなと思うので、まあ、興味あるゲームを見てくだされば嬉しいです。もし全部興味があるって言ってくださる方がいたらとても嬉しいんですけど、ちょっと大変になると思うんですけどね。仮にね、今みたいなやつでどれも興味がないって言ったらね、とか、一本しか興味がないやったら、3日に一度しかやっぱ見るもんがなかったり、とかもしちゃうんで、っていうのもあるんで、まあ、できたら全部そりゃね、見てくださるとね、嬉しいっていう気持ちはもちろんあるんですけれども、まあ、好みのね、やつを、見るのが一番ね、楽しいし無理なくてね、いいと思うんで、好みのゲームをぜひ見ていただけるとね、嬉しいです。ということでね、そう、FF3 もやりたいし、買ってるんですよ、3D リメイク。なんかすごい雰囲気がいいんですけど。それとね、まあ、とりあえずやりたいやついろいろあるんで、よろしくお願いします。っていう、ちょっと、久々にね、実況、積みゲーの話とかね、していきました。はい。そしてじゃあ、最後のコーナー、行きましょう。今月の阪神タイガース、これはやりますよ。ね、阪神ピンチです。今まだね、3位なんですけれども、1位広島、2位巨人。で、阪神が、2位の巨人とのゲーム差は5ゲーム差です。この5ゲーム差は、まあ、阪神が5回勝って、巨人が5回負けたら埋まるっていう感じですね。それで、トントンっていう感じです。で、巨人と広島はゲーム差ないんですけれども、広島が1位です。勝率がね、試合数が広島の方が少ないんで、勝率がね、広島の方が勝率高いんで、まあ、順位的には1位となっております。で、4位との、ベイスターズですね。ベイスターズとのゲーム差が 1.5 ゲーム差で、だいぶ迫ってきてて、ちょっと4位までね、下がる可能性の方が高いんですよね。上がるよりも。だから、ピンチなんですよね。そう、最近ちょっとね、阪神前半戦、本当に最初の方ですね。最初の方は、結構ピッチャー、投手陣が、すごいいい感じなのにも対して、野手がね、なかなか点数取れなくて、ちょっとポロッと点数こぼしちゃうと負けちゃうっていう感じだったんですけど、今、投手陣の疲れも出ているのか、結構点がね、ボロボロ取られている、そういう状況になってしまっております。残念ながらね。野手もね、頑張って点取ってて、ま、昨日とかも、昨日何点取ったんやったっけ昨日って言ったら、
昨日って言ったらこれいつ撮ったかバレちゃうわ。うん、まあそんな感じです。まあゲームさんの話したらねそもそもバレるんですけれども、まあ別にいつでもいいんですけど、まあとりあえず点数取ってもね負けちゃうんです。っていうそういう感じですね。ちょっと頑張っていただきたいところなんですけど、まあね、あのでも優勝は最悪できなくてもね、あのこの選手が頑張ってる姿とか活躍するところ見るんがやっぱね個人的には楽しかったりするんで、まあ最悪こう負け試合でも私は楽しくちょっと見させていただいております。どうしてもね勝たないとつまらないっていう方もいるとは思うんですけど、私はね、まあ、好きな選手がこう打ってるとことか見るとね、まあもう楽しいね、楽しいというかね、そういうとこ見たいねという感じです。はい、ということで、今月もラジオ聞いてくださりありがとうございました。まあちょっとねいつもとは違う感じだったんですけれども、ちょっと楽しく聞いてもらえたら嬉しいなと思います。ということでね、多分来月は通常通りに戻ってると思います。まあ、話したいなんか事柄があるんやったらちょっと内容変わってるかもしれないですけど、それはまあ気分次第ということで、今月もご視聴ご清聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。良いお年を。